はい、というわけでどうもマルトラです。今回は寝起きなんですけども、今日からなんか意味わからん祭りが始まりました。ジャンプ地集結祭というわけで、まあ新規イベントはなく、ただ単なる集会イベントですね。ただルビー200個ぐらいと、選べる星5チケットがもらえるっていうね、はい、この内容えぐい。最近選べる星5チケット配られすぎてちょっとビビっているんですけども、今日はね、こちら集結祭スペシャルガチャ引いていこうかなと思います。でこのガチャ10連のみで、10連3回目以降星5キャラ確定で、10連10回引いたら、記念選べる星5チケットがもらえると。でそのラインナップが2022年、今年のキャラたちも含まれているっていう、過去最大にヤバいガチャが来たんじゃないかなと思いますね。個人的にこのガチャめちゃめちゃ激アツやと思う。全然天井まで引く価値あるんじゃないかなって僕は思いますね。まあ、ちなみに僕は50連ちょ引いていこうかなと思います。50連引いたら選べる星5チケットまたもらえるんで、それで2022年のキャラをぜひともゲットしたいし、あと、ヒーローキャラも2022年、今年に登場したヒーローキャラもなんか知らんけどおんねんな。下の方に行きましたら、こんな感じで大人のサスケ、大人のサスケ、ここでゲットできるチャンスですね。あとミツキとか、僕はおぼろが欲しいんですけども、この辺も出る可能性あるし、限定も出る可能性あるっていう、えぐすぎる。というわけで早速引いていくんですけども、欲しいキャラはとにかくヒーローも限定も持ってないやつやったらもうほんまに何でもいいわ。いやー、天井まで引くか悩んだんですけども、さすがに50連で止めようかなと思います。頼むぞ。まあここは確定分等々はないんですけども、出てくれたことに感謝。これもう勝手が違うからね、この星5に関してはめちゃめちゃ未来があるんですけども、ドンと、あー、受話器先輩最近全然使ってない。昔は友情技めっちゃ使ってたけど最近使ってへんな。まあでも技レベル上がるんでまだワンチャンあるんじゃないかなと思いますね。20連目、まあ確定分じゃないにもかかわらず出てくれたことには感謝していこうかなと思います。頼む。いやー、お願いしたいわー。限定出てくれたらほんまに嬉しいんですけども、頼むぞ。まあね、これが普通のガチャですわ。星5キャラ1体確定、ここから全部の10連が星5キャラ確定で出ます。やばない？こんだけ大盤振る舞いのガチャ過去にあったでしょうか。まあ無料10連挟まれているガチャとかもあったんやけど、全10連星5確定ってさすがにやばいな。いきます。1枚出ることは確定している。2枚3枚あるんでしょうか。おまけハッピーセットをお願いしたいんですけども、頼むぞ。1枚誰ですか。ドンと、おー、こういうことがあんねんな。ただお前はもう友情貫突やねん。お前はもう友情感の凸なんだよな。まあでも必殺レベル上がんのめちゃめちゃいい。10に早くしたいんでね。友情はクソ強いんでもう使ってますわ。いいね。こういうことが今何回目？10連何回目って今書いてないから、ちょっとこれ何回目や？これ4回目かな？これちょっと罠なんですけども、なんかこの星5確定っていう餌に釣られまくっている小魚のごとく、いやその先に待っているのはサメというね、大ぐらいものなんで、これはぜひとも引っかからずに50連で撤退していこうかなと僕は思うんですけども、いや頼むぞ。何枚ですか。1枚だけか。誰ですか。ドンと、なるちゃん。なるちゃんはお前も貫突やわ。昔めちゃめちゃ使ってましたけども、初の反撃解除持ち。ラスト10連ですね。限定キャラ出てくれたら嬉しいなという気持ちがごっついほど
あります。まあでもカイル出てくれたんで、今年のヒーローキラー出てくれたんで、まあ気持ちはめちゃめちゃハッピーなんですけども、ただそこに付随するかのごとくもう一枚ぐらい新キャラ出てほしいなと思うんですけども、ドンとカッサイ、お前も貫突なんだよな。まあいいでしょう。個人的には満足のガチャで終わりました。10連5回引きまして、集結再シール5枚からの、交換所持っていきまして、これですね、集結再選べる星5チケット、これでおぼろを交換したいなと思います。いや、ついに僕もおぼろを交換する日が来ましたね。あ、ちなみに、もうゲットできているこの選べる星5チケットのやつ、ミッションの、今日から始まった、集会のミッションのやつですね。これは、孫をことなき悟空飯を交換しようかなと思う。これで、悟空飯貫突に、96になりましたがね。あと1体やねん。あと1体ゲットするのなかなか苦行だと思うんですけども、まあこれから頑張っていこうかなと思う。あれ？いいこと思いついちゃったなぁ。今僕、選べるチケット交換しましたよね。っていうことはつまり、あれ？ちょっと待って。おい！僕のボケを潰すんじゃ、っていうことはつまり、これで悟空飯交換したらうマックスになるやん。はい、というわけでおぼろなんざ交換する気さらさらなかったです。はい、僕の狙いは悟空飯ただ一人でした。まあ、というわけで、皆さん、ついに僕の悟空飯うマックスに、僕の、ヒーロー星5キャラ初のウンマックスは悟空飯となりました。ありがとうございます、ウンマックス。というわけで、ドラゴンボール1ページも読んだことないけども、